ローマ化以前のイベリア半島ルシタニア人居住地区、ルシタニア戦争は、イベリア半島の西部ルシタニアで、ローマとルシタニ人が戦った戦争である。この戦争主要指導者の中から、ビリアトゥスの反乱と呼ぶ歴史学者もいる。第二次ポエニ戦争の講和条約で、ローマはカルタゴからヒスパニアの支配権を奪った。しかしその実質的支配は、地中海に面した海岸部と 半島の南部に限られていた。ルシタニア人はローマ支配が及ばないイベリア半島の中西部、現在のポルトガル中、北部からスペイン中西部に住んでいた。第二次ポエニ戦争の直後にローマと戦って敗れた。戦争中の全153年にローマは半島中部のケルティベリア人を相手に、 ヌマンティア戦争を始めた。二つの戦争は近接並行していたが、ローマの敵同士の提携は文献で確認できない。戦争は前155年にルシタニア人の略奪遠征で始まった。ローマ軍はルシタニア軍を押し返してから降伏した者多数を騙し討ちにして殺した。残ったルシタニア人はビリアートゥスの下に結集し、たびたびローマ軍を破った。 武勲を認められたビリアトゥスはルシタニア人の王になった。その後の戦争は一進一退だったが、全140年にローマはビリアトゥスの部下に賄賂を送って王を殺させた。名称を失ったルシタニア軍をローマはたやすく破り降伏させた。しかししばらくするとルシタニア人は独立を取り戻した。ありがとうございます。